はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画はですね、米津玄師10周年記念イベントって言えばいいですかね。米津玄師テンスゲートっていうのが、YouTube の方にも上がってるんですけど、そちらに行った時のね、映像を交えながらそちらの話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。来ましたよと。はい、こんにちは、こんばんは。東急プラザ来ましたよ。まだ中身がどんな感じか見に行ってないんですけどね。多分この人たちが多分その家督隊のバッジつけた人たちなのかな。今上着脱いじゃってるけどさ。で、階段に多分この曲名が書いてあるんでしょ。後で順番に見ていこうと思います。うん、暗くなれば。M87 って見えるよ。すごいな、どうやってやってんだろうな。プロペラがさ、回ってんの。そんなのできんの。そういうこと。あ、来た、研修です。来た。10周年だ。おめでとうございます。ここで言ってどうするの。わかんないからね。どっかから聞いてるかもしれない。なんかマイクがついてて。うん。はい、行った時の映像はもう見ていただいたと思うんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、みんなね、階段を正面からこうやって上がっていくような動画とかよく撮っていたのかなと思って、僕はちょっとね、右から撮ってみた感じ、最後についてたと思うんですけど、そういうやつとか遠目からの写真映像とかいろいろ撮ってたと思うのでね、ぜひ遠方に住んでる方、まあ大阪とか九州の方、北海道とか住んでる方とかね、まあどうしても近いけど日程的に行けないとかね、そういう方に見てもらえてね、現地に行った気分になってもらえたら非常に嬉しいなというふうに僕は思っています。で、まあ、見ていただいたと思うんですけど、まず全体としてね、原宿のはね、東急プラザ原宿表参道って場所の一角でやってるんですけど、で、なんかその鏡みたいになってんだよ、階段の両脇がね。で、キラ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 光ってて、で、綺麗なんですけど、で、なんかその正面階段のところの、まあ見てもらったと思うんですけど、段差のところに、まあ、米津玄師の曲と名前と書いてあって、最後音楽は続くみたいなメッセージになっていて、あとは何でしょうね。で、両脇にね、上りのエスカレーターと下りのエスカレーターがあって、そこからの景色とかもまあ面白いものがあるかなというふうに僕はなりに思うんですよね。だとか、あとはなんかそのサイネージが出てるんですよ、一番下の。
ところにね、M87 って書いてあったりように、ケンシオネズって出てきたり、トンガリくんが出たりとかね、ティースくんだっけな、だからそういうのが出たりとか、なんかそういうのをね、サイネージも出てて綺麗だったんですね。で、昼間行った映像と夜の時の映像も映ってたかな、映ってなかったら写真差し込んでおこうと思うんですけど、綺麗なんですよ。まあ、昼間も綺麗なんですけど、やっぱり夜の方が綺麗かなというふうに個人的には思いますね。夜の方が好きかなというふうに僕は思います。まあ、素敵な雰囲気だったかなというふうに思います。で、これの開催の日時なんですけど、5月の22日、だからもうこの動画が上がってる日、もしかしたらこの動画が上がってる日までだったかもしれないんですけど、ただなんか延長されたようなんですね。なんか5月の25日まで見れるようなので、この動画が上がった後にね、行こうかなと思っている方はぜひね、楽しんできていただければいいなと思います。別に入場料とかかからないし、何か施設に入る必要もない、だから入場料はかかんないけど、これは買ってくださいねとかそういうのもないんで、本当にそのビルに入っていく入り口のところの一角だけなので、で写真撮影もできますし、で係の人がなんかその家督隊っていう、そのシンウルトラマンの映画の中で出てくる、登場人物の所属しているかの、バッジをつけたような人とか、そういう格好をした、まあ、スーツなんですけど、そういう人が、立ってたりとかするのでね、映画の中に世界観にちょっとだけ入れるような感じがして楽しいと思いますよ。ぜひね、行ってみたらね、声かけたら一緒に写真撮ってくださいとかできるのかな、まあ聞いてみてください。勝手に撮ったりは良くないと思うんですけどね、とかできると思います。で、結構ね、界隈で有名な人とか SNS でフォロワーが多い人とかも行ってるようですね。僕はそういう人にあまり合わなかったんですけど、でね、僕も行ってみたらね、僕の動画を見てくれてる人とかにも会ったりしてね、結構楽しかったですね。まあもしかしたらもう一回ぐらい行くかもしれないですね。まあもし僕をね、その会場で見かけたら、ぜひ声かけていただきたいなと思います。会場って言っても、もう本当に階段のその一角だけなので、ちょっと写真撮ったり動画撮ったりしたら、もう あとは終わりって感じになっちゃうんです。そんなに滞在時間自体は長くはないと思うんですよ。で、まあ細かいところとかね、もし見ていただけてね、楽しんでいただけてたら嬉しいかなと思います。で、僕的にはね、この写真、これが一番綺麗かなと思うので、その写真を、ね、見せておきたいと思うんですけど、これね、自分で撮った写真なのか、一緒に行った人が撮ってくれた写真なのか、ちょっとね、もう混ざっちゃってわけわかんなくなったんですけど、もう綺麗な写真ですよね。外側がちょっと青っぽくて、内側がね、黄色っぽいというか、照明の色ですね。建物の中は白い照明なので、多分その影響だと思うんですけど、そういう感じの色になってて、綺麗かなというふうに思います。ぜひね、みんなに見てもらいたいし、誰でも行けるのでね、なんていうの、地理的にというか、近くだったらいけると思うのでね、もう本当に遠方に住んでる人とかだったら難しいかもしれないけど、まあそういう人はこの動画で楽しんでいただいて、もう行けるよって人いたらね、ぜひね、行っていただけると楽しいんじゃないかなというふうに思います。なのでね、よりたくさんの人に、この米津玄師10周年を祝って楽しんでいただけると僕としても嬉しいし、本人としても嬉しいんじゃないかなと思うので、よろしくお願いします。じゃあそろそろこの動画ね、終わろうと思います。よければね、いいねボタンと、あとね、チャンネル登録ぜひしていただけると嬉しいです。最近はよく配信を行ってますので、ね、夜8時9時とかそんぐらいの時間から配信やってるので、よければね、配信にも遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で、よければね、スーパーチャットとかでね、応援していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあそろそろこの動画終わろうと思います。よければ本当にいいねボタンとかよろしくお願いしますね。あ、でそれ壁に貼ったんですよ。どうですか、見ていた、まあ、ずっとあったんで見たと思うんですけど、見ていただけましたか。まあ、こんな感じでね、ちょっと、背景もちょっと飾り付けしていけたらいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また明日。さよなら。